ちは。こんにちは。ちょっとなんかね、忙しくなっちゃったんですけど、なんかね、ちょっとやっぱこの辺がちょっと首が張るようになっちゃって、ヤクルトのファンの集まりに参加して、また球場行って、で、その後また編集しているので。うわー、目が充血してますね。してますね。はい。お二人でございます。寝起きでございます。昨日忙しかったんで。あ、そうなんですね。今日ちょうどよかったです。わかりました。そうですね。はい。あとやっぱりちょっと頭全体的にやっぱちょっとなんか硬くなってるかなっていう感じですかね。わかりました。はい、多分背中もまあまたあの動きに添えるんじゃないかな、動きに添えるんじゃないかなと。はい、よろしくよろしくお願いします。首に関しては疲れましたか？あ、そうですね、なんかやっぱ痛いっていうか張ってる感じがあるんで、うん、ちょっと歪みも今日もありますね。ああ、多分もう、もう板についてるような感じなんですかね。そうです、なんかね、まあ、安定の歪みですね。安定の歪みですね。今日も歪んでますよっていう。すいません、もう本当に。いい。右のね、スパが上がるですね。なんかいつもか上がっちゃいますね。そうですね。いや、なんかね、痛みは不思議と、やっぱ右の方が、はい、右の方が痛い。左はね、なんかね、はい、あんまり感じない感じで。感じない、はい、通り過ぎちゃったのかもしれないですね。あ、だいぶあれですね、やっぱりこう傾いてるというか、回っちゃってますね、ひねられてるんですね。の位置が全然違うんで、だいぶ左顔向けてるような感じですね。あ、うん、昨日、左向くことが多かったですね。あ、そうなんですね。そうです、その集まりの席で、座ってる 席の位置上、うん、左を見ることが多かったっていう。あ、それがちょっとその、そうですね、右が痛いですね。この状態だとこう、左よりも右が痛いですね。はい、そうですね、だいぶこの位置がこっちのはずっと下の方にあって、こちらもだいぶ高いんで、これだけこう違いが出てるんですよね。まあ、すぐにしようと思うと、これぐらい、こうしないとって感じですね。そうですね。これでまあ、そうほぼ一緒なんですけど。はあ、でも結構違和感ですよね。なんかもう背中もだいぶなんか、なんていうんですかね、高さが違うというか、こう、もう背中から体がひねられてる感がありますね。うん、なるほど。いや、参りましたね。だから左がこう辛く感じるんですかね。うん、かもしれませんね。うん。右が痛かったんで、ちょっと右立ちましょうかね。はい。年末って何日まで営業だったの？ 28。 28、はい、で年始が、はい、
は4日からかな、がちょっと曜日にもよるんですけど。ああ、確かに。はい。あ、だいたい月末近くなんで、年収大丈夫。うん。そうな、年末の話が出る。年末そうですよね、うん、もう11月ですからね。早いっす。早いっすね。でもここに来て、もう結構経ちますよね、もうね。あ、もうすごい経ちますよ。ね、経ちますよね。早いっすよね。早いっすね。ちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、哲也さんは一番こう何がしたいというか、どうなりたいというか、どういうところにこうあるんですか。あ、いいあ、究極の目標は、はい、あの働かんでも、はい、あの楽しく暮らせる TDS 思考なんで、あのそうです、まあ、人生楽しく遊んで、はいはい、あの遊んでっていうか、いければいいなっていうところに、まあ、あるんですけど、まあそれがちょっと今だから、うんうん、あのちょっとやっぱりある程度目標を絞っていかなきゃいかんなっていう部分は、うんうん、あの思ってます。じゃあ、あのこの職業とかっていうのではなく、むしろちょっとその縛られずに仕事っていうふうにしないで、まあ、生きて遊びながら生きていけたらいいなみたいな。まさにだから YouTuber 的な考えですよね。自分の好きなことだけで、まあ、生きていければ、ね、いいなっていう。なるほど、うん、そうなんですね。そうなんですね、まあ、いろいろされるじゃないですか。そうですね、うんうん、前はなんかずっとダンス一本でやってたんですけど、やっぱりその背中真ん中から硬くなってますね。ちょっとその辺からなんかやっぱ違和感が、ですよね、自分でも揺すられてて、うんうん、動かない揺れがすごく極端に悪くなりますね。はい、うん、背骨の状態はよろしくないですね。あ、今首がね、コキコキになってます。あああ、いやだってなんか極端に、うん、後背筋のあたりからぐっと硬くなってしまってますね。ああ、なんかそれ気持ちいいですね。なんか首に効きますね。はい、はい、ここからちょっと緩まってきました。ああ、なんか境界線のあたりが一番硬い、あ、いきなり硬いみたいな感じだったんですけど。ああ、じゃあそこがなんかやっぱ良くなかったですね。そうだと思います。なんかちょっとやっぱその左のここと多かったっていうのもあるかもですね。ちょっと体こう不自然な体勢というか。そうですね。ちょっとここのとこずっと編集ばっかりしてるんで。ああ、そもそもね。ちょっと宿題がいっぱい溜まっちゃって。まあそうですよね。会うこと多かったら取ることが多くてってことですもんね。そういうこと。私諦めましたよ。それも大事だと思いますよ。なんかもう増えていくなと思ってると、やらないとって思っちゃうと大変ですからね。もうその分他でも、もう極力がするように、しますもん、ねね、うまくちょっとその辺はね、体の様子で気持ちと、そうっすね、私もでもすごいその辺はあのなんか捨てていくほど楽になるっていうのが今回 ある意味良かったなと思って。やめるきっかけないじゃないですか。ないと、まあまあまあ確かに。そうそうそう、なんかコメントでリフレッシュ休暇だと思ってみたいなこと書いてくださった方もいるんですけど、はい、まさにそういう気分で、なんかそうです、ね、ちょっとしばらくこんな長期的に休んだら初めてなんで、YouTube。ああ、そうですよね。何年も、まあ、開けても2週間ぐらいとかで、うん、結構、まあ、毎日毎週みたいな風にもしてたので。そうですよね。辞めるきっかけが、辞めるって、まあ、永久辞めるわけじゃないんですけど、今、まあ、一旦辞められて、ある意味なんか、まあ子供、赤ちゃんがね、やっぱどんどん大きくなる時期なんで、まあそれもね、大事ですよね。そうなんですよ、目離せないっていうか、まあやっぱり、
それもそうだしなと思って、ちょっとだいぶ変わってきましたね。ああ、よかったです。だいぶ、まあ、そのなんか極端な変わり目がなくなりましたので、はい、これでもう一度チェックをします。ああ、なんかね、全然さっきより良くない、うん、そうですね、ね、柔らかくなって、まあ、あんまり左右差、まあ、そういった感じないですけど、はい、どうですかね、感覚としては。いや、あの右のその痛みが、やはりスッとなくなって、いいですね、はい、で今、真ん中向けてますね。ああ、よかった、で、首の感じもなんか首がさっきでコキコキなってたんで、ね、ですか、痛みの差は。いや、あの全然さっきのあの痛いのが、だいぶ良さそうですね、はい、はい、こうね、背骨も曲がってる感じだったんですよね、最初は。あ、うん、でも今だいぶまっすぐになってますので、はい、うん、はい、あ、ここの差も随分埋まりましたね。おお、うん、ここからここなんで、まあよく見ると若干こっちが高いのはまだ少し高いかなはあるんですけど、さっきこれぐらいの差があったので、うんうん、まあまあほぼ、まあ、それに比べたら大幅に減りましたね。はい、はい、ですね、さっきの話にちょっと戻したんですけど、はい、はいはい、どうぞどうぞ。あの、まあ、ダンスもちょっと今あんまりもう俺本当にあの、うん、踊れなくなっちゃったんで、あらあら、なんであのちょっとまあその代わりに、まあ、まあ野球って感じですかね、楽しみとして、野球見に行くのって、はい、なんかそう素朴な疑問なんですけど、いい、かなりお金かかりません？あ、もう、まあ、ぶっちゃけ本当にあの、お金しかかかんないですもん。そうですよね、なんかこう応援グッズ買ったりとかチケット取ったりとか、あの、まあ、当然の飲み食いもしますから、かなり散財しますよね。まあ散財しかないですよねですよね、だからなんかまああの、なんだろう、こうさあ大丈夫なのかなっていうか、あ、なんか相当行かれてるじゃないですか、はい、結構お金は使っちゃって、そうですね、で、そう入ってくる分と 見合うかなっていう、なんか余計な心配ですけど、今のところは、はい、見合ってないですけど、はいはいはい、なんかのすごく新しい刺激をいっぱい、あの人間関係とか刺激をいただいてるんで、なんかまあ自分の中では、まあ一応あの釣り合っては、まあ、いるかなっていうか、あ、まあ、納得いく部分はあるかなって、でもそうじゃなきゃ別にやめればいいだけですもんね、まあ、そういうことですね、そっかそっか、そうなんです、なんかすごいなんかお金あるなと思って、いや結構長いことやってらっしゃるじゃないですか、もうだいぶこう行くようになってから、まあだからその分ちょっとあの、で他の仕事をしっかり、他の仕事というかマッサージというか整体の仕事をまあ頑張るっていうか、だから野球だけじゃやっぱりさすがに絶対無理なんで、まあそうですよね、ただちょっとね、いろいろ調節していかないと、ね、やっぱりスポーツはね、ちょっと厳しいですよね、あのなんか身を滅ぼしかねないんで、ああ、いや、そう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 、まあ、競馬とかみたいにね、お金出すわけではないですけどね。まあ、ギャンブルじゃないですけど。直接のその見返りっていうものがね、ないんで、ね。まあ、難しいですよね、うん、その。そこが収益に反映されるほどっていうと、かなり再生数とかね、取らないと。そうそうそうなんです。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チュー。チュー。